身長ビヨン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長を伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは当院の栄養補充療法について説明させてください。栄養補充療法ということで具体的にですね、値段だったりとか内容について簡単に触れさせていただきたいと思います。受診を、ね、検討されている方は最後までぜひご覧ください。まずは費用について説明させてください。一番ね、皆さんが気になる部分じゃないでしょうか。年間40万円かかります。月額あたりですけど3万円くらいかかってきて、採血のお金だったり検査のお金が途中かかってくるという形になります。初診料に関して YouTube で登録者の方に関しては3万円かかりますので、そういったところを踏まえても年間大体40万円くらいかかるというふうにご理解いただくといいと思います。もちろんね、体重や採血の結果によって上限させますので、基本的にそれが少し安くなるケースが多いかなというふうに思います。ただ年間40万円くらいかかる、そういうふうにご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。それでは、ね、具体的に栄養補充療法について説明していきたいと思います。まず最初、歴史的に見てもこの70年間ですね、日本人の平均身長約、ね、10センチ改善したんですね。1950年の時は日本人の男性の平均身長が 161.5 センチ、女性が 150.8 センチ、2021年の日本人の平均身長が男性で 171 センチ、女性158センチですので、男性であれば10センチ弱、女性であれば7センチ程度で身長が改善したのは栄養の改善というところになりますので、栄養できるだけ改善した方がいいという説明になります。当然ですけど、皆さんが、ね、1950年の暮らしをしているかというとそんなことは決してないですので、ここまで大きな改善を見込むというよりはもう少し小さな改善を見込むというところが現実的なところになってくると思います。具体的に当院で採血で欠乏している栄養素を補充していきます。栄養補充療法だけでもですね、定期的に採血を行っていきますので、そこの点も注意してください。サプリメントね、絶対に副作用がないというわけではなくて、肝臓に負担がかかることだってありますよ。ただしね、私過去にたくさん動画をお出ししてますけども、論文一個一個見ていくと明らかにいい栄養素というのがいくつかありますので、そういったのを私の方でかなりの高容量で処方していって栄養補充療法をさせていただいております。身長で本気で伸ばしたい人はね、ご受診いただいて栄養補充療法ね、受けられてみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。